学の友人エスコが体験した不思議な話です。ある日、エスコが一人暮らしのアパートに帰ると部屋の中が荒らされていました。エスコは泥棒に入られたとすぐに警察に通報しました。やがて警察が来て事情聴取や現場検証が行われました。しばらくすると警察の人が首をひねるようにエスコに言いました。奇妙なことに指紋が全くついてないんですよね。泥棒が手袋をしていただけ、何が奇妙なんだろうと思ったエスコでしたが、続けて警察の人はあなたの指紋も一切ついていないんですと言いました。警察の説明によると、エスコが帰ってきてから通報するまでに触った箇所、ドアノブや一部の壁、電話などにはエスコの指紋がついていたが、それ以外の箇所には犯人はおろかエスコの指紋すら一切ついていなかったそうです。警察もあまりに奇妙なので、 CD 一枚一枚、雑誌の内側、化粧品一個一個調べてみましたが、やはり指紋は全く検出されなかったそうです。警察は犯人が全て拭き取っていったんでしょうと話したようですが、エスコはどうも納得がいかず、とても怖がっていました。その日、エスコがアパートを開けていたのはほんの2時間くらいだったそうです。その間にそこまで綺麗に指紋を拭き取れるものでしょうか。ちなみに盗まれているものは何もありませんでしたが、エスコが見たこともないマグカップが1個散乱する家財道具の中に紛れ込んでいたそうです。